入りの遺跡は、群馬県高崎市吉井町石神の入りの中学校高地にある縄文時代から古墳時代に至る住居跡であり、群馬県指定史跡である。入りの遺跡のうち保存されている住居跡昭和26年、入りの中学校を建設するために、神楽川南岸の貸し段球場の敷地を鳴らしたところ、雨が降ると黒いシミができる現象が起きることから、住居遺跡であることが判明した。 昭和33年に、群馬大学の尾崎久茶教授らによって、発掘調査が実施され、古墳時代後期を中心とした縦穴住居跡と17棟や多数の土器、石器をはじめ石製防水車も発見された。工程建設のため遺跡は埋め戻されたが、工程南西住のものだけはそのまま残されている。その後、昭和59年に、 校舎新築工事に伴い発掘調査が行われ、古墳時代後期の縦穴住居跡21棟を中心に、縄文時代前期の縦穴住居跡1棟、弥生時代後期から古墳時代にかけての縦穴住居跡1棟、古墳時代前期の縦穴住居跡3棟が発見された。さらに、昭和61年の体育館建設に伴う調査で、 古墳時代前期の縦穴住居跡一棟と古墳時代後期の縦穴住居跡四棟が発見されている。また、周辺の二十歳からも河原家がたびたび出土していることから住居跡などの遺跡があると推定されるが未発掘である。多古碑に記された多古群新設の記録は俗日本碑の和道四年三月六日の港に割上の国官僚軍折も官休、やた、 大谷、緑谷、郡武美、片岡郡山島、六郷別地、田子郡とあり、入りの遺跡の場所は、田子郡に編入された六郷の一つである、武美里と考えられている。ありがとうございます。